配信中です。あ、ごめんね。あ、大丈夫です。なんかこれさ、理由かなんか来てないのかな。え、何がですか。警告みたいな。あ、理由は来てないですね。あ、じゃあなんでかかったかはわかんない感じ。なんか、その運営さんからの警告みたいなのは書いてたんですけど、うん、その今日の、うん、昨日の昼前ぐらいに、うん、でなんかそのパンツとかパンツなんかそのちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、その警告文のやつ見るんで、運営からっていうのが来てて、あ、知らせの追加さんですね、うん、下着を写すなど肌の露出の多い性的な配信を控えください。繰り返したらアカウントを自動的にロックされます。今後はご注意ください。でプラス、うん、その5分前に、うん、動画収益の、うん、設定が無効になりましたっていう。ああ、よくあるパターンだね。この場合どうすればいいと思います。まあ、待つしかないね。待つしかない。多分1週間とかそれぐらいだと。初めて、ひどい人を 1年規制取れない人もいるったりするじゃないですか。でも藤見ちゃんは別にいい子ちゃんだから、うん、そんなにかかったことないし、おすすめ規制。いや、初めてなんですよ、規制自体が。ああ、じゃあ初めてだったら3日とか1週間だと思うよ。ああ、そうなんですかね。うん、なんかこういうのって一応なんつうの、メール気をつけますみたいなメールは送ったんですけど、あ、それで十分だと思う。もうあんまり送ったりとかしなくていいですか。うん、もう1回ぐらいでいいと思うよ。あ、わかりました。なんか初めてのことだったんで、ちょっと。でも性的な配信ってなんだろうね。いや私そもそも普段から、うん、ほら、なんかそういう変な衣装着たりとかすることもあるじゃないですか、うん、メイクとかで、うん、だからそのなるべくそういうね、変なの出ないように中にちゃんとタンクトップ着たりとか、うん、あ、お乳首がね。そう、結構そういうのをなんかやっぱ規制かかるとインスタさんに迷惑かかるから、うん、バンになってたりとかしてもね、うん、だからそのすごい気使ってやってるってたんですよ今まで。だからそれなのになんでこんな急に来るんだろうと。いや、あれかな、チューとかハグとかがやっぱダメなのかね。ああ、下に。でも今まで散々やってきて何もなかったんですよ、それ。じゃあ通報数がすごかったんじゃないかな。ああ、そういうことなんですかね。いやね。ちょっと。でもいいじゃないの、12万 MP も稼げたんだから。そこです。そこです。ピンチをチャンスにってね、先輩が言ってたじゃない、どこかの先輩。いや、でもその規制かかってても、ね、うん、上位に MP ランキングの上位に行って、ほら、それだけツイキャスさんにも収益貢献してますよっていう。あー、アピールね。うん、それは何、ランキングには入るの、おすすめ規制かかっても。あー、入ってましたね。あー、じゃあ緩いじゃん。うん、だから2位、昨日は2位だったんですよ、総合。うん、まあ、じゃあちょっとそんな大したことじゃない感じですけど、マスさん的に。うん、全然大したことないと思うよ。1週間かかんないぐらいで。かかんないぐらいだと思いますよ。まあ、それ解けなかったらまたちょっと考えなきゃダメです。そうだね、まあ、解かれるのを待つ感じの方がいいかもしんないよ。あー。うん、大丈夫でしょ、藤見ちゃん。わかります。いや、どうしてもやっぱね、企画とかやると新規さん入ってこない。あー、そういうことね。閲覧がやっぱね、どうしても今月入ってなんか企画考えてんだ。いや、まあ7月のもいろいろ考えてはいるんですけど、うん、奈々さんなんかやりましょうよ、企画。うん、やりません。でもあれだね、厳しいね、チューとかハグとかもダメなんだ。